that I like too much for Sean. Super surprise, raw nature. Hola! I want to stay here. Super happy in Foshan. Inspiration comes from many, many different places. China market is actually is one of the biggest market in the world.料理が大好きです。洗練された都市で洗練された生活を送りたいと思ってます。南回ハサンネホウドウゼインゴイ。私は中国東レ投資有限会社の仏壇統括の石原と申します。中国は3回来ました。それで通算すると12年、もうじき13年になります。最初中国に来たのは1997年に来ました。その時には、上海でしたけど、上海の飛行場に降りて、南通に行きました。その時には全く、道路も整備されてないし、高速道路もありません。フェリーで渡りました。以前は7時間かけて南通に行きました。それで今はですね、2時間半ぐらいで、南通に行けます。この十数年間、中国は迅速に発展しています。我这个经常坐地铁的，我这个星期六星期天我去那个广州，差不多50分左右吧，非常非常方便。还有是那个火车，这个是很多的地方过去的。我第一次来是3年前以前嘛，这个有的，但是我将来还有多一点，越来越方便吧，对不对？但是我那个第三次来，看了以后非常有意思。那个是以前这个这么细的东西，以前还有那个非常非常技术，老的技术也有这个很好的。特别是现在有这么好老的东西看，我最喜欢的。それはですね、やはり。古い建物っていうのは赤レンガで、建物がこの林南建築、非常に見てても歴史を感じるし、日本の建物って今言われた通り木材で作っているのがほとんどですね。この長い歴史でやっぱり住んでると、これもこれでまたこの暑い仏壇では住みやすい建物ではないかなと思ってます。私はエンジニアなので、さまざまな地域の建物や工事現場を研究するのが好きです。現在私は東レ中国投資有限会社の仏壇地域の統括として、仏壇における水処理プロジェクトの建設や担当を行っております。工場の建設や設備の据え付け、試運転などのプロジェクトリーダーを行っており、東レは地球環境問題の改善と健康長寿社会の実現を目標に、グリーンイノベーション事業とライフイノベーション事業に積極的に取り組んでおります。実は仏壇に進出する前に、長江の中華流のいくつかの都市へ視察に行ったことがありますが、河南地区に新材料生産拠点を建設するつもりで数箇所都市を調べたところ、南海区には日系企業が非常に多くて、仏壇は広州、香港、マカオ、大湾区に位置する優位性を持ち、大湾区のコアエリアとして交通網は非常に発展しているので、私たちの多くの顧客も
大湾区に集中しております。南海区には日系企業が集まっているので、政府は日系企業へ高い関心を持って、さまざまな要求を確実に応えられるサービスを提供しています。仏壇で工場を設立すれば、政府からの多大な協力とサポートがいただけるほか、日系企業の投資をたくさん呼び込んでいます。これも東レが南海で工場を設立する一つの理由です。これで中国での東レ事業のさらなる拡大を後押ししていると思います。中国の友達を作るのが大好きで、地元の人と話すのも好きです。広東人は交流とコミュニケーションがとてもしやすいと思います。彼たちは物事への姿勢が前向きで、もう一件は2011年日本に帰って、ちょうど日本の東日本大震災にあって、中国人の友達から安否の連絡を受けた瞬間です。本当に感動しました。これも中国が大好きな理由の一つです。那边的就占九亿的利息，这个做的一个九七，这是李白，对李白上先啊，为什么？干杯，干杯。然后那个是别子过来，这个是看了以后，这个有一点伤痛了。我的自己的老家已经是做久了，所以你这个是有这个做久的那个历史。私の先祖は実はですね、お酒を作ってました。しかしですね、私たち の先祖お酒作りをやめました。なぜかというと、もう先祖はお酒を飲むことの方が好きで、お客様にお酒を持って行って、もうそこでお客さんと一緒に飲んで、その後酔っ払っちゃって、お酒の料金を取らないんですよね。だからどん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 赤字になって、もう今はお酒の会社はなくなりました。だからうちの先祖はいつも言ってました。酒は飲んでもいいけど、酒に飲まれてはダメだと。だからお酒はやはり酔ってはいけない。だけど楽しく飲みましょう。それが私のお酒を飲む考え方です。私は中国と深い縁があると思ってます。私の会社はライフイノベーション事業に力を入れていますが、なお中国は人民生活の健康に非常に注目し、人文主義的な色彩が強い国です。私にとって仏壇は第二の故郷であり、私のキャリアの最高の部分は全て仏壇に捧げております。私は友達にも、コロナが終わったら中国の仏壇にぜひみんな来てくださいと誇りを持って言いたいと思っています。